ポーチをご覧の皆さん、こんにちは。モーニング娘。23、12期メンバーの野中美希と牧野マリアと羽賀あかねです。さあ今日は、はい、ポーチさんでモーニング娘。23全員集合撮影ということで、はい、ありがとうございます。合間の時間を有効活用すべく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 やらないでよ。私たちの、ポーチの中身を紹介したいと思います。早速、はい、しちゃう。私たちのポーチはこちらです。じゃじゃーん。キャラ渋滞しております。そうなんですね。私はプリキュアです。そう、私はワンピースです。ドン。私はポムポムプリン。かわいい。好きが詰まってるね。じゃあ私から紹介していきますかね、うん、ライブに持っていくっていうか、だからいつもも一式ブワーって詰まってる。あ、なるほど。今日は厳選して持ってきました。楽しみだな。まず一つ目、うん、じゃーん。お、ヒロインメイクのマスカラです。マスカラ、イエーイ。そう、もうこれは本当にもうずっとお気に入りでずっと使ってるんですけど、黒とか茶色とかいろんな色も持ってて、うん、でもライブの時はいつも黒かな、やっぱライブ映えするのは黒かなと思って、うん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 、黒のヒロインメイクのマスカラを使っています。でも確かにさ、あかねちんのまつげって長いし綺麗じゃん。バサバサになるよ。しかもさらに本番終わった後も塗りたてみたいだよね。いつも確かに嬉しい。それはもうこれのおかげです。ヒロインメイクです。全然落ちてないもんね。そうだね、マスカラ全然落ちない。もうこれは本当に落ちないから、うん、おすすめです。素晴らしい。素晴らしい。じゃあ続いて、続いて、うん、あかねちんどんどん、いや順番にどんどん、ピンずつどうぞ。何からいこうかな。これかな。お、じゃん。クレドポーボーテの日焼け止めです。日焼け止め。こちらは、うん、道重さゆみさんからプレゼントしていただいて、もう毎日塗ってるんですけど、うんうん、メイクする時もだし、お休みの時も必ず朝塗ってます、うん、だし、あの肌にすごくいい成分が入ってるので、うん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 、あの塗っててもなんか肌にいいんだよみたいな思いながら塗れるし、うん、私肌荒れが結構最近ひどいので、うん、この日焼け止めに本当に助けられてます。いいね。すごい。どんな、結構軽め、なんかね、うん、出してみる。でも50入ってるんですよ。あ、それすごいいいね、うん、マックス入ってるんだけど、色だとこういう色で、うん、なんか光を取り入れてくれるみたいになってるので、うん、すごい、ちょっといい感じにトーンアップじゃないけど、塗った瞬間今スッてなんか溶けたのよ、ね、でしょ。そしていい香りするんだ。あ、ほんとだ。いい香りする。そうなんです、これ毎日塗ってます。いいね。いいですね。夏に必須ですね。はい、じゃあ続いて私、野中美希いきます、うん、どうしようかな。私もこれ意外とちっちゃいんですけど、うん、量入るんですよ。あ、そうなの。いっぱい入ってる。ちなみに何のポーチかっていうと、うん、そのなんだろう、全部入れてるポーチじゃなくて持ち歩きたい時用のポーチなので、うん、ここに必要なものを入れて持っていくっていう感じですね。なるほど、はい、これはあの誕生日にお友達からもらいました。はい、じゃあこれからにしようかな。でで、あ、出た。あ、じゃーん。こちらですね、辻のぞみさんがプロデュースされてらっしゃるイリュンという、ブランドの、ベースでございます、うん、大好きだもんね。もう、そう、私辻のぞみさんが本当に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 大好きで、はい、ね、あの辻さんがたまにあのプレゼントでこういうイリュンの商品をくださるんですけど、うんうん、そのプレゼントでもらったものもあるし、自分で買ったものも、あの、うんうんうん、同じものもうリピ買いしたんですけど、うん、これ本当に何本あってもいいっていうぐらいめちゃめちゃおすすめしたい、みんなに。すごい。これは下地ってこと？そう、下地で、うん、結構なんだろうな、あの出してみると、うん、なんかね、あ、って結構出しちゃった。一回ぐらい出した。ちゃんと使う量出した。なんかあのキラキラ、え、どうしよう、これ結構出しちゃった。野田ちゃんが出た出た。ごめんなさい、本当に。あの、じゃあ、え、全部拭き取ったの？全部拭いちゃった。じゃあ構造で説明します。じゃあ間違えちゃった、ごめんなさい。難しいよね、出すの。加減が0か100だったね。そう、もったいない、もったいない。こちら、なんか、うん、あの色味がちゃんと肌色じゃないですか、うんうんうん、
だから肌色でちゃんと出るのかなと思いきや、うん、乗せると、うん、透明感がある風に出るんですよ。そうだから色が出るっていうよりかは、うん、透明感とあの肌なじみがいいっていう感じ。確かに潤いたっぷりな感じするよね。そう、潤いたっぷりなのにその油分が目立たない感じ、うんうんうん、だし意外とサラッとしてるので、本当にあの色の肌の方におすすめしたいです。いいね。すいません、ちょっと力説パッケージが本当に可愛い。ばっかりなっちゃった。失礼いたします。誰だろう、私、うんうん、え、これ一人ずつ言っちゃっても大丈夫ですかね、うん、私は北川リオちゃんがやっぱりいろんなコスメ集めてるなっていう印象はありますね。なんか新作とかにも詳しいイメージあります。確かに確かによく YouTube とかでもメイク動画見てる印象もありますね、うんうんうん、誰だろう、誰かな。私はでも、え、じゃあ先言っていい？岡村誉ちゃんのイメージが。あー、岡村も確かに詳しいかも。なんかその今流行りの、うん、今 JK に流行ってるのはこれですみたいな。確かに、うんうん、いつでもなんか誉ちゃんに今流行ってるの何って聞くと答えられるぐらい確かに詳しいな。しかも誰かが持ってると、あ、これなんとかなんとかですよね、なんとかですよねみたいな、そうペラペラ出てくるから。そう、だからなんかそういうコンシェルジュとかできるなって。確かに。え、私は、うんうん、誰だろう、小田さん、小田さくらさんですかね、うんうん、なんかコスメを買ったら絶対にそのメイクさんとかにいつも使い方を聞いたりするんだけど、うん、メンバーで聞くってなったら小田さんにこれどうやって使ったらいいですかって聞いて、うんうん、あ、これはここに載せてみたいなのをいつも聞くので、うん、そういう意味でもコスメに詳しい感じするかなって思います、うんうん、よくアイメイクとかしてもらうんですけど、めちゃめちゃその人に合うメイクしてくださるからすごいなって思います、うん、それじゃあ2品目いきます。はい、いってらっしゃい。2品目いってきます。こちらです。じゃじゃん。お、いや2つやないかい。ちょっと置いておいて、はい、こちらどっちも誕生日プレゼントでいただいたものなんですけど、こっちがこうちょっとディオールのオレンジコーラルピンクっぽい色、うん、本当可愛い。こっちはこうちょっと紫っぽい、よいしょ、紫っぽい色味なんですよ、うん、だからこう気分とか、うん、その時の衣装とかに合わせてこう好きな方を選んで使っていますね、うん、ライブでもやっぱディオールなので発色がめちゃめちゃいいんですよ。だからこうちょっとずつ使っても全然こう減らないし、うん、めっちゃ発色されるしっていう感じでライブには持ってこいのアイシャドウです、うん、めちゃめちゃシックな色合いだね。そう、こっちとかこっち見た、ね、どっちもなんかじゃん。あ、本当だ。そう、なんかね、私紫すごい好きなんですけど、うんうんうん、っていうことを話したらこれはね、横やんがくれました。こっちは石田さんに、石田さんからと横山からいただきました。おー、イエイ。でも確かにあかねちアイブロウをちょっと紫っぽくしたりするじゃん、うん、そういう時にシュー、ね、パープルみたいな。そうだよ、ね、そう、紫系結構使うのでどっちもお気に入りで使ってます。素敵です、素敵です。じゃあ続いて私いきます、はい、どっちにしよう、こっちから、こっち、お、うん、じゃーん、ユーピンクのアイシャドウです。こちらは大好きな柏木由紀さん の、うん、あのコスメなんですけど、プロデュースしたコスメなんですけど、可愛、うん、い、大丈夫、いや可愛 いね。そう、可愛くない、めっちゃ可愛 めっちゃいい、めっちゃ可愛くない、好きな色だね。そう、うんうんうん、ピンクだし、うん、あのキラキラも入ってるし、うん、コンサートとかその普通の収録とか撮影の時とかにも、うんうんうん、もうがっつり使ってます。可愛 いい、もう夢中になってます。いいね。普段使いでもステージメイクでもどっちもいけそうな、ね、そう、リップとね、なんかチークもあるので、うんうん、それもセットで一緒に使ってます、うん、こちら私が何年も愛用していて、うんうん、こちら廃盤になってしまうと私が危機に陥るぐらいあの愛用しているシャドウでございます。結構使い込んだ感じになってしまっているんですけど、うん、3CE のこちらのパレットですね、うん、90個入ってる。めっちゃイメージあるよね。あるあるある、もうずっとこれ使ってる、うん、もう 3個目とかすごいね。こんなにこんなに色入ってるのに3個目で、そうね、すごい。で特に私が使ってる色は、うん、もう結構使っちゃってるんですけど、うん、あのこの茶と、うんうん、このピンク、うん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 、この2段目の一番右と真ん中のピンクを、うん、真ん中のピンクはあの下のまぶたに塗るっていう感じで、へえ、ね、かわいい。ベースもめっちゃ使ってるし、うん、すごい、だって減ってるもんね、ちゃんと。もう全部めちゃめちゃ、あの捨て色がないので、うんうんうん、これいろんなパターンある、なんか秋色っぽい、うんうん、あの
パレットだったりとか、うん、もうちょっとブルベさんよりっぽい色だったりあるので、うんうんうん、なんか自分に合ったパレット見つけると結構いいなと思いますので、もしよかったらののちゃんのために早番にしないでいただきたい。いや、わからない。よろしくお願いします。いや、なんか最近こうすごい失敗をしたっていうことはそんなにないんですけど、こう過去のことでもうすごい薄メイクでやっぱ出てた時代とかあったわけですよ。すっぴん出てるの？加入当時はもうすっぴんで出てて、一回こうちゃんとアイラインとか塗る期間を一回待たすぎて、いや、やっぱナチュラルの方がいいんじゃないかみたいな時期も来た時があって、その時に本当にシャドウしか使ってないみたいな時期が2018年に一回あったんですよ。それがちょっと今考えたら失敗だったなって、うん、ライブなんだからちゃんとメイクしなよって2018年の自分に言いたいですね。でもめちゃ綺麗だったよね、うん、そのいつだっけってなったけど、本当にもう2018年の春です。あ、熱意的なね、はい、あるんですね。2018年の春ツアーはもうすっぴんでした。ほぼ私はキラキラがすごい好きなんですけど、うんうんうん、よくグリッターとかアイシャドウに入ってるキラキラをいっぱいつけるんだけど、うん、つけすぎちゃう時がやっぱあって、ね、で、あ、今日はこういうキラキラをつけようって、やっぱりグリッターのパレットを買っちゃったから、うんうん、もう自由にキラキラをつけすぎちゃって、ね、上も下も全部キラキラになっちゃったことが何回かあります。めっちゃキラキラだね。そしたらキラキラ、もう目閉じてもうここもキラキラだし、うん、で、ボディ用のパウダーもキラキラが好きだからつけるから、うんうんうん、すんごいことになりますね。マリアなら似合いそうだけど、ね、確かに逆に似合いそう、似合いそう。キラキラだらけ。ののちゃん、私は最近失敗したんですけど、最近気になる、気になるな。ですね、え、まずこのベース塗るじゃないですか、うん、でもう一個そのベース持ってて、ちょっとトーンアップさせるようなベースを、うんうんうん、塗ろうと思ってたんですけど、うん、忘れてファンデーションに行っちゃったんですよ。あ、塗り忘れた。間に合うかなって思って、うん、全部やった後なのに、うん、多分なんなら粉もやったんじゃないですかね。そこまで気づかなくて、そこまで気づかなくて下地だけ残ってたんで、うん、で結構そのクリームタイプっぽい下地で、うん、白いクリームっぽい下地だったので、ね、なんか間に合うかなって思って何を思ったのか、うん、つけちゃって、でもその後につけたんだ。そう、その後につけたの。落としとかじゃなくて、落とさなかったの。もう一回やろうかなって、上から上からやったら白くなるんじゃないかなと思って、うん、下地を上からつけてみたんですよ、うんうん、どうだった、どうだった。もうボソボソになって、本当にボソボソって感じ。そうだよね。なってもう一回最初からやる羽目になったので、うん、本当に やる方はあんまりいないと思うんですけど、うん、気をつけてください。そうですね、心配でした、ね、ファンデーションとパウダーはもう最後のベースの最後の工程だから確かに危なかったです。そう、順番は間違えてはいけませんという。すごいね、使うもの同じなのに ね、 確かにね、順番だけどそんなに大事だなと、うん、その時すごい学びました。時間あってよかった、本当に。よかった、時間あったです、間に合った。私はこちらです。じゃーん、フーミーのラメです。キラキラ。そう、ラメ私一時期すごい悩んでた、どれにしようか悩んでた、うんうん、マリアからもすごいちょっとラメ貸してみたいな時期があったんですけど、うん、これがすごいいいって聞いて買ってみたらもうめちゃめちゃ良くて、こうラメのこう繊細さ、ギラギラしすぎずでもこう見えなくもないみたいなっていうキラキラがすごいちょうど良くて、でちょピンクベージュ、メリンダベージュって言うんですけど、こうカラムピンクも入ってて、うん、なんか涙袋に使うのがすごく好きで使ってます。かわいい、かわいい、キラキラ。ライブもだし普通も使いたい。どっちの時も使えるから、もうこれはすごい常に愛用してます。素敵です。素敵だ。じゃあ続いて私、はい、迷ったんだけど、うん、こちらアルマーニのリップです。かっこいい。これは22歳になってプレゼントしていただいたものなんですけど、スタッフさんに、これね、海外で買ったのね、400番のマット、うん、マットです。ちょっと色が本当だ、めちゃめちゃマットだ。素敵な色、大人の色だね。ライブで使ってるんですけど、うんうんうん、こうやって見えて意外とつけるとちょっとなんかね、ピンクっぽいの、うん、そうだね、うっすらピンクっぽくて、うんうん、だけど本当だ、薄く塗ったら普通に使えるんだけど、うんうん、本当だ、結構青みピンクになる。思ったよりなんかもうちょっとコーラルピンク系かなと思ったらめっちゃ青み、ね、うんうん、私2回ぐらい塗っちゃうともうコンサートで使える、もうバーンみたいな赤リップになるので、うんうんうん、めっちゃいいね。めちゃめちゃ今気に入ってずっと使ってます。大人だ、でしょ、大人、大人になった。マットだってやっぱライブ中さ、こう髪の毛つかないとか落ちないとか結構いいとこがいっぱいあるので、うん、めっちゃ可愛い。可愛い、ありがとうございます。
こちらは、同期の方からの私かな、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 じゃじゃん、じゃじゃん、ラッシュクリーンペリネブラックス、これヘレナの、ヘレナのマスカラ、マスカラ、このヒョウ柄っていうんですかね、ヒョウ柄になってるマスカラなんですけど、はい、ヘレナのマスカラでございます。これマリアからもらいました、はい、ありがとうございます。もう私じゃなかった。いや見てね、違うよね。私あげた記憶なかった。あげた記憶なかった。こちらですね、うん、あのウォータープルーフでございまして、はい、ライブにも使えるので重宝してるんですけど、うん、私今までそのマスカラは特になんですけど、うん、こういうなんかブランド系のマスカラを使ったことがなかったんですよ、うん、実は。で、もう世界が変わりました。めちゃめちゃ嬉しい。でもめちゃめちゃ良くて、うん、そのあのなんだビューラーの、うん、その持ちもすごく良くなるし、うん、全然落ちないし、うん、これとあのエテュセの下地あるじゃないですか、うん、それの相性がとってもいいんですよ。そうなんだ。そう、それに虜になってしまってちょっとリピ買いしようかなって思ってるぐらい、うん、嬉しい。はい、あれになりました。お気に入りになりました。柄もななちゃんっぽいよね。いや、ぽいぽいぽい。柄ななちゃんっぽいって言って選んでくれた。そう。めっちゃ可愛い。嬉しいです。やったー。ありがとうございます。本当に。ということで、私たちのポーチ紹介でした。ありがとうございました。私たちも撮影の時間が来てしまったようなので、はい、行ってきます。行ってきます。We'll enjoy the shooting. Thank you very much, guys. Bye bye. Thank you.この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。